んがいろんな複数な視点があってですね、でもその中にすごく今のキーワードみたいなのがあったような気がしていて、まあ、シェアであったりとか、まあ、コワーキングであったりとか、またいい子であったりとか、すごく未来を考えたときにすごいいろんな言葉 の, あのキーワードっていうのが活動発表なんか出てきたと、ごめんなさい、思います。で最後はですね、あのそういった中でですね、あの皆さんなんかこうちょっとこう俺にも喋らせろっていう人がいてたら自由に話してもらおうと思っていますし、逆にあの、ゲストの皆さんには今スケッチブックを、すみません、一人一枚言ってるかわからないんですけど、スケッチブックを渡しておりますので、このセッションのですね、大体まあ20分、15分、20分ぐらいの話なんですけど、そんな最後にですね、まあ、前半来てこられた方が分かってると思うんですけど、なんか、未来の一言とか、まあ、絆じゃないですか、絆僕あんま好きじゃないんですけど、なんかそういったこう、今年といいますか、今年というよりはそれ短期タイムだと思うんですけど、まあ、未来に向けて、なんか自分がこう一言で言えば、別に絵でもいいと思うんですけど、まあ、一つで言えば、何かなっていうのをその間に書いていただこうかなと思います。血のブースに負けないで、こっちもちょっと上げていきましょう。ここから上げていきましょう。皆さんお疲れ様です。いや、ちょっと午前中子供たちに教えて、その後来たんで午後からの参加で、ちょっとあの2時ぐらいからの参加で、作業の方見てないのでちょっと申し訳ないんですけど、なんかいろいろな活動と、あのアート、いわゆる芸術とか美術っていう枠からちょっと違う表現っていう言い方がいいのかどうかわかんないですけど、もう少し裾野の広い面白い活動をどんどんプレゼンされて、まあ、今やっとこうなんか話すためのいろんな、活動が出たので、こっからがなんか話がより深めていったらいいかなっていうのがちょっと所感です。すいません。辻さんは何をされてるか。僕はあの大阪で、幼稚園児と小学生に絵と工作を教える仕事をしながら、自分も絵を描いてるんですけど、今日もちょうど堺市の小学生に朝10時から12時まで屋根裏の絵を教えてたんですよ。最近マンションの方が多いからね、ちょっと屋根裏の説明からして、屋根裏って知ってるみたいな、まあまあまあ過半数超えてくるからでよかったんですけど、はしごで上がってったら、で屋根裏上がったらすごい自分の想像したいお部屋があるんだよって話して、でそこを植物好きな子はプランターいっぱい置いてるとか、私ははしごを作らせて花を持って、でそこから想像画を描かすっていうのを午前中やってきて、このテント見たら、このテントもいいな、屋根裏にこんなんあったらテンションめっちゃ上がるな。昨日住みたいって言ってました。あ、住みたい。ちょっとね、天井高いけど、これやるだけで一気にグループっていう感じしますね。まあそういう感じの仕事をしてます。はい、すみません。ありがとうございます。特にあのフリートークみたいな感じがあるんですけど、どなたかこれまでの流れでお客様、お客様が聞いた方で、ジュンさん、締めで、すいません、ちょっといきなりのボールがいくと思うんですが、予想にしてて、あ、明日の、ね、ゲスト、ちょっと自己紹介をお願いしていいですか。あ、すいません。右下の方に、下から2番目ですか、ジュン井上って書いてます。画家をさせてもらってます。あ、よかった、明日聞いてください。よろしくお願いします。どうですか、ここまで作品からね。いや、ちょっと帰って考えなあかん。どうやって笑かそうか。マイクがあると思ったんですよ。はいはいはい、はい、これマイクがあるので、多分なんか応援合戦になるかなと思って。まあそうですね、それでちょっと悩みだしてる。ちょっと形だけでもこう喋りたいんで、今からちょっと駄菓子屋にマイクのラムネあるんでしょ。買いに行こうか。スナさんの分も買ってきます。はい、という、なんか、すいません、あと勉強になります。勉強になります。はい、普段僕は書いて伝えるので、喋ることはあまりないので、聞いてもやっぱり一人それぞれ違うものですね。ジュンさん、なんか僕言ったらめちゃめちゃ、明日のジョーズ、明日のジョーズ、それは間違いない。明日のジョーズ、まあ明日じゃないですか。ここ結構多いんだ。さあどうでしょう。いきなり立てるのもなんかこう後ろにいてるなんかレスリーみたいなお兄さん、どうですか。はい、どうですか、感想的な。
英語するんですか、はい、ゲストの方から、まあ、感想でもいいかな。そうですか、まあ、実はあんま話を聞いてなくて最後の方とか、途中ぐらいからしか知ってなくて、まあ、自分も同じようなことでやってたりとか、まあ、同じようなことやってたりというふうな感じに思ってたりとか、なんか多分やってること違ったり考えることは違うんですけど、よく似てるなと思いました自分と。なんかで若い人たちばっかりじゃないですか。僕も30もう今年4なんですけど、まあ、やっぱ僕たちみたいな世代とか、まあ、30代前半とか20代からまあ30代前半、まあ、40代手前ぐらいまでがもっと頑張らなあかんなって。でまたこの回が良かったなと思ったのは若手の表現者にスポット当ててるっていうのがすごく僕自身が嬉しくて、僕たちが表立って話できることとか救い上げてくれる人とかほとんどいないんで、そういう場所をどん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 提供僕もしていきたいし、まあ、砂さんももちろんこれからしていくと思うんですが、そういうふうに僕たちがどん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 表出ていって、で引っ張れるようなことをしたいなと思ってます、っていうのをやっぱまあ変な話間違ってないなというふうに自分の再確認ができたかなというような感じですね。はい、バスゲームじゃないですか。あと目があっても良くない。矢野式の島津と申します。明日ちょっとあれ見つけてくださいよ。え、あ、すみません。明日のネタに撮っていきます。ダンボール屋で働いてまして、ここで今日作らせていただきました。で、今日も聞かせていただいてですね、まあ、いろいろこうバー作りであるとかコミュニティであるとか、そういう、まあ、キーワードを重ねてきたんですけども、結構まあ気になるところなので、アーティストの方に共通しているのはどうやって食べていってるのかなっていうですね、分からない人っていうのがすごく多いと思うんですね。で、なんか逆にそういう、いろんなつながりであったりとか、自分が好きなことをどんどんこうやっていくっていうことで生活していくっていうことがもっともっと広がっていったら、なんかこう皆さんも楽しく活動できるんじゃないかなと。そういうのを今本当に自殺者もたくさんいてる中で、僕のまあ僕は普通のまあ段ボールの企業なんですけども、知恵先さんとかお客さんでもあったら辛いとかっていう人がいっぱいおるんですけども、そういう人になんかこういう空気みたいなものがね伝わるようなところにね発信できたらなと。先ほどありましたけども、世代的にこういう世代だと頑張ってたのかなというのをちょっと感じてさせてもらってました。また明日よろしくお願いします。明日ゲストですね。ゲストの方もよろしくお願いします。でもなんか本当にね、今年僕が喋ってどうするかって話しますけど、やっぱり今年がすごくこの企画を書いた田中と言うんですけども、この企画で未来を考えるっていう結構直球でベタなテーマだと実際思うんですけど、こういうのをすごくさせてもらったのも、去年ね、いろいろあったっていう割愛しますけども、やっぱりなんかいろいろあって去年すごく考えた人がいてたっていうのがやっぱあったと思うんですよ。で、じゃあ今年新年何やるって時に、今年っていうのは逆にその今日発表見てるの僕もすごく楽しかったなというか嬉しい気持ちになったのが、なんか去年いろいろ考えて、で今年こうやろうって話、まあそういうテーマでもありますけども、そういうとこがすごくあったし、それがこうなんだろう、されてることがなんか好きだからやってるといい、なんかこういう問題があってこれに対して自分はこうアクションしていくっていう、本当になんか、まあ、未来に向けてなんかこう活動しようって感じがすごい楽しかったと思うし、僕自身もなんか今年以降かな、逆になんかすごく楽しい時代というか、なんかそういうのが開けていくんじゃないかなって、別にここでまとめてどうするんだって話もあるんですけど、なんかそんなことも聞いてみましたね。熱い、あ、すみません、どうですか。どうですか。ちょっと熱いつながり、いや、熱い、はい、熱苦しい感じで、いやいや、またちょっと頭も変わってます。いや、次熱い人ももう一人決めてるんですけど、まず今日は熱い、どうですか、ね、やっぱりなんか、あなたなんか、あ、まあ、あなたなんか、はい、
これから社会に出ていくっていうので、はい、やはりこう先ほど申し上げたんですけど、キーだなと思ったのがなんか学生だからできんじゃないか、悔しかった。そうですね、逆にこう興奮、興奮ってちょっと硬い、興奮ですか。いや今すごいこうなんか書いてくださいってさ、未来全然思いつかなくてただなんか自分の中ではすごいワクワクしてるというか、こうこれから自分たちがやっていけるっていう、もやっとなんか出番もうすぐ来るんじゃないのみたい なんかそういう気持ちがすごいあって、なんか一言でまとまらないので、なんかそういう空気感がいろんな皆さんこうやってることって結構ローカルだったり、そういう本当に地に足がついたって言ったのもしかしたら失礼るかもしれないですけど、やってらっしゃる方が多くて、こう共通項があと多いなって思ったのは、なんかすごく希望が持ってたというか、あ人 やってることは違ってもみんななんかこう考えてる方向性みたいなのは似てるのかなって、それはすごく面白い時間が来るのじゃないかみたいな、なんかそういう印象を今日受けました、皆さんのお話を聞いて。はい、僕の無茶ぶりみたいな。いやいや私今日共通点みたいなのがあって、あのすごくいろんな活動されててなんかへえみたいな話もあったんですけど、その全員厳密ではないんですけど、割とこれ1年活動歴1年2年っていう共通項が実は裏テーマみたいなのがあるんですけど、まあそう考えるとすごい、まあめいちゃんなんかもねって触れ込みますけども、なんかすごいスピード感って言っていて、まあ、あの彼らはね今年はなんか今回はなんか予想図みたいなものっていうかで、プレゼンなんかちょっと異色を放ったかもしれないんですけど、まあ、あのスピード感も本当に今すごいな、そう期待できる。どうですか。そう見た。そう対して。頭使わずに。予想図に対してどうですか。まあ、ツッコミです。やっぱり皆さんあの話が盛り上がっているところなんですけれども、4時になりましたので、あと10分ぐらいで、お話の方を、まとめていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、あのちょっと僕の無茶ぶりという妄想司会があったんですけど、うちはちょっとゲストが多いのであと10分という今指示があったんですが、かけた人いますか。かけた人いますか。なんかかけてますね、流れです。メイちゃんがよろしくお願いします。僕は元気を見てくれると、はい、ってか声を張り上げてください。はい、野中さんから、お題をいただきまして、今年1年で、ね、させたいこととかもう一文字で書いてくださいと言われまして、まあ続けてるんですけど、一つは継続かなと思ってて、そしたら、皆さん同じ思い同じ価値観で今やってますけど、これで例えば僕が来たほら、なんか花の綺麗事だったでしょ。それは絶対阻止するから続けること、皆さんだったら思うので、花も続けませんから、一緒にちゃんと続けましょう。で、もう一つは、続くっていう意味で、継承の継っていう意味で、バッツリの部分で、なんていうか、さっきも新陳代謝の話がありましたけど、僕たちが頑張って運営して場所を作るというよりも、その場に来る人が、より、いい方向に継いでいってくれるように思うとか、価値観とか、その場所とか、その価値っていうのを継いでいってくれるようにということで、すぐという段階に僕たちは次のページに行っております。ありがとうございます。
怖かった。で、何かこの地震を受けて、自分が何かできないから、どうぞ、次のこのイベントは3月10日と11日なので、作ろうかと思ったんですけど、逆にそういう、日本がこういう状況で、なんか地震に対して起こすアクションも必要だと思うんですけど、なんか毎日毎日、自分一人一人が自分らしく、胸を張っていくっていうことが回り回って、なんか多くの人を元気づけたりとか、素敵でなくても、なくても僕はなんかこうイベントを通じてパワーを持っていきたいなと。で、去年も2年目だと、2年目だと地に足をつけていけると思ってたんですけど、今年もまたさらにもっとそこから羽ばたいていけるように、未来に向けて羽ばたいていけるようにイベントを作っていきたいなと思います。K さんと呼ばれます。K スイートラボラートリー。私たちがキラキラのアート、今日来られた人たちがすごいもう皆さんキラキラしてて、それこそさっきと一緒で未来が明るい、考えてることがすごく明るいなというのと、話す言葉とかもすごくこうなんか楽しさが伝わってきたりだとか、聞いてて先がワクワク、どうなっていくんだろう、この人たちはみたいな方がすごく多かったん で、またそれが個々にじゃなく、いろんなこうね、またこう、それがこう、なんていうの、つながっていったら、またもっともっとこう大きなキラキラになるんじゃないかなと、はい、そういうのがたくさんこうね、点々していって、つながれば、なんかそれこそ今のなんか社会とかも、少しずつでも何かね、変えていけるんじゃないかなと。何にも書いてませんけれども、この紙からフラットだとかノーボーダーとかいろんなことが読み取れると思います。やっぱりそういう境界線であるっていうものがいろんなになっていく、いろんな意味でなくなっていく時代だなと思ってます。しかもどんどん超えていくし、いろんな人とも連携できるし、国っていうものも EU なんかにちょっと危ないですけども、そういったものもできてきてる、そんな時代でやっぱりこのボーダーを超えていく、境界をつなげていくっていうのがキーワードじゃないかなと思っています。それから白色ですよね。私も好きな色なんですけども、白色って何色っていうのもあるじゃないですか。私、光でもあると思うんですよね。それから光がないと他の色が見えなかったりします。なので白色みたいにいろんな人と関わっていろんな面白いものを見つけていけたらいいなと思います。エブソンですけども、皆さんの熱い言葉を聞いて、諦めといてください。
楽しみようと思ってます。あの今日は長時間なので、ありがとうございました。頑張りました。お疲れ様でした。